老子、老子いつか老子というタイトルで、はい、YouTube で制覇できるといいですね、はい、エニアグラムのように、はい、では今日は第1部第6章ですね、はい、紹介させていただくのはこちらトルストイ監修の老子道徳経と、ドリアン助川さんが書いたバカボンのパパと読む老子、はい、この老子道徳経、トルストイが監修したものは、訳すとこうなると、最も清い精霊は不滅である、それは玄妙なる母、メスと名付けられる、玄妙なる母の門は天と地の根と名付けられる、それかっこつまり最も清い精霊は果てしなく存在するであろう、これを用いようと欲するものは、産むことがない。この産むことというのは、飽きるっていう意味らしいです、産むことがない、じゃあこれをドリアン助川さんが読むと、はい、谷の神は死なない、これを神秘なメスという、神秘なメスの門、それを天地の根という、それは延々と絶たれずに存在しているようで、どれだけ産み続けても尽きることはない、バカボンに登場してもらいましょうか、はいはいはい、谷の神様は谷神なのだ、絶対に死なないのだ、これを神秘な女というのだ、神秘な女の門があるところ、そこを天と地の根源というのだ、神秘な女はいつまでもそこにいて、どれだけ何を生み出しても枯れることがないのだ、男からするとタリラリラーンなのだ、でもこれでいいのだ、女性を大事にしろってことですかね。わかんないですけどね、そういう意味ではないですよね。谷神っていうのがあって、それを女性に例えたって話ですよね神秘的な女性聞きたいあっていう話ですよ。でそれ谷神が一体何を言ってるのかがよくわかんない、なんか生み出す、日本も神様で女性じゃないですか、はい、はい、まあ日本はいろんな神様がいますが、はい、一番偉い神って日本だと女性ですよね、はい、そういうことかなって思いました。女性を大事にしろって、女性を大事にしろじゃない気がしますねなるほど。でそういう、まあ、女性がなんか神秘的な存在って話ですよ、なんかを、まあ、生み出す。じゃあ男性は神秘的ではない、はい、あそれははいなんですねなるほど、それははいなんだだからそこに例えた、女性に例えたって話じゃないですか、生命を生み出す神秘的な存在みたいな意味で女性を母となったっていう意味だと思って、うん、そうそう、谷神ってじゃあ何よっていう話ですよ。で僕はそこにイコール、女性を大事にしようねってことなのねっていう意味で読み取ったんですけど、ではない気はしますけどね、女性を大事にしようねって話じゃないと思いますねなるほど、はい、女性のように尊い存在だみたいな意味だと思うんですよ谷神は。で谷神が一体何なのかを未だにわからない。でもイコール女性はじゃあ尊いものだね、女性は尊いものはそもそも存在してるんですよ、谷神は女性のように尊いものだって言ってるんですよそれは女性のようなものだって言ってるわけじゃないですか。なんかね、うん、その言ってることがね、僕の中では違うにならないんですよ。僕と言ってることと何が違うんだろうっていうのをずっと、あ尊いものは尊いもの、女性は尊いものっていうのはもう前提としてあるって話ですよ。だからこれは女性を尊いものだって言ってることではない。あ僕ね、うん、ちょっと病気で教訓にしたいんですよ、はい、何でも、はいはい、何でも教訓病なんですね、うんうん、でこれの教訓だと、うん、女性を大切にしようって、女性を大切に一日一で女性を大切にしようになるんですけど、女性を大切にしようはそもそも大切なものとして存在してるから女性に例えたって話。あそれだとごっくんです。あなるほどねっていうことを今まで言ってたって嘘言ってないですよ、はい、今はそういうことを言った。女性は尊いものっていうのがあってはいはいはい、はい、それを谷神に、谷神っていう尊いものがあるからこれは女性のようなもんだよね、母のようなもんだよね、なるほど、例えたって話で、だから女性は尊いものだって伝えたいわけではないっていうではないって言われると、うん、女性は尊いものっていうのはもう前提ですって話です。そっかそっかそこを伝えたい文章ではないと思うんですって話で、じゃあ何かって言われるとだから何も伝わってこない
じゃあ僕のまあいっか、はい、これはもうあの老子は別に意味は残してないですか、うん、言っただけで、うん、こう解釈しなさいねとは、あでもタオみたいですよ。あタオはタオからするとタオのことみたい。あ今こう検索して何言ってるのか全然分かんなかったから検索したら、はい、タオの働きは女性に例えている例で、あだからタオっていうのはその女性のようにこう全てを生み出すみたいな意味みたいです、まあ、この人の解釈では。この人の解釈なのか何の解釈なのかは。あ大瀬さんおはようございます。いきなり出てくる母の門で分からなくなってそれ以降後半がまるでちんぷんかんぷになるって、うん、門ってそのまま家の玄関的な意味なんでしょうか。僕の中の門は生まれてくるところです、うん、この意味で言うところの、うん、要は天と地の根の付け根だし、はい、うんはい、まあ、そこに例えたって話だと思うんですよ。いろんなものが生まれてくる、うん、生まれてくる万物の、まあ、タオっていうのは、うん、そういうなんか全てを生み出す そういう門みたいな話じゃないですか。あタオ自体がね、タオ自体が、はい、っていう文章あでそれをそこから生命が止めどなく生まれてくるみたいな、万物のいろんなものが止めどなく生まれてくる。でもそうやって言われるとさ、うん、そこから何を思えばいいんだろうが僕の中に出てくるんですね、うん、だから尊いものですよって話です。女性のように尊いものですよ、尊いものですよ、うん、イコール大切にしましょうねタオをねっていう教訓ですね。タオをね、タオを大切にしましょうですよ。タオっていうのは女性のように尊いものですよ、うん、だからタオを大切にしましょうですよ。あーなるほどね、はい、そう言われるとなんかあーなんとなく、はい、じゃあそうやって書けばいいなっていうのが出てくるんですけどね。そうなんですよ、だから分かりづらいんですよ老子。なるほど、はい